木下ゆきなです。今日は冬のシーンのルックブックを撮っていきたいと思います。またね、ちょっと爆買いをしてみたので、一つ一つ丁寧に着てみんなに紹介したいと思います。それではルックブックスタート。赤リップとかピンクリップ塗ってるときは本当大注意。全力で唇を中に入れる。ここがね、ちょっとね、ロンティーに両サイドスリットが入ってるので、ちょっとこのままだとさ、こう部屋着感になってしまうから、これをもしかしたらちょっとルーズめに中にインして、この辺を出す。ちょっとルーズっぽくね。わざとちょっと大きめのサイズの白のロンティーを買ってみました。で、チェックのズルズルズボンに、まだこれこのまんまだとちょっと、おはようみたいな感じになっちゃうから、お家にあるニット帽かなんかで合わせて、メガネなんかかけてみて、はい、これで。まあ、チェックパンツをどうしても欲しかった。チェックパンツメインのコーデなんだけど、ちょっとこうメンズっぽい感じ、メンズライク女子って感じの。このねロンティー本当にいいんだよな。はい、ワンピースです。ワンピースなんだけど、ここのね、この胸元切り返しのこのデザインプラス、何が気に入ったって言うけど、はここね、わかる。結構ありがちなのは、この肘が開いてたり、ここ開いてたりみたいな。でもここ開いてんのも可愛いんだけど、ちょっと一応さ、なんか母をやってるからさ、パッとこう着ていくにしても、ここ開いてたりすると、ちょっと気にしちゃったりする場面があるのだけど、でもワンピースが着たいんだけど、ちょっと肌見せしたいなって時にちょうどよくねって思ったの。あと、暑がりなのね。だから、ここすごい通気性いいじゃん。通気性よくないって思って。あと、ここ空いてるのってさ、あんまなくない？形もさ、綺麗なの。上品でしょ？後ろこんな感じ。かわいいよね、これ。これ超かわいくない？薄めの、ライト目のカーキで。すごくなんかスタイルもない。めっちゃよく見えると思う。全部黒じゃないので、これめっちゃ可愛い。しかも着心地がめっちゃいい。チクチクしない？恥ずかしくないじゃん、これだったら。次がこれ、ちょっと長女にね選んでもらって、長女もねちょっと150センチ以上あるので、一緒に着れるねなんつって、ママ的にはチョイスしないデザインなんだけど、ね、リリナがね、これ可愛くないって言ったんで、ちょっとこれ初めてこういう感じで挑戦してみようかなと思って。ちょっと可愛いね、着たら着たで。襟がこんな感じになってて、でデニムがちょっとこうねゆるっと系になってるので、まあこれもどう、あんま入れない方がいい。これちょっと横だけ入れたりとかして、ちょっとやんちゃだね。可愛いと思うよ。初めての挑戦的な。なかなか可愛い。あ、可愛いこれ。え、全然チックンチックンしない。すっげー着心地いい。やば。めちゃくちゃいい。可愛い形。このさ、これなんていうの？ドロップショルダーだって。ドロップショルダー。超可愛くない？ほら。可愛い、これ。後ろこんな感じ。可愛い。すっごい。しかも生地がすごくいい。マジで。さっきのね、ちょっとゆるっとデニム合わせることもできるし、全然このね、チェックもいけるわ。可愛い、可愛い。ロンティーとまた違う見え方になるわ。これかわいい。すっごい着心地いい。めっちゃかわいい、ここ。こうなってんの。かわいいね、これ。これマジおすすめだわ。
シーリンといったらこういうスウェットのセットアップだと思うの。何個あっても買いたくなっちゃう。スウェットでセットアップが大好きなユキナにとったらシーンは本当に関連関連でいっぱいいろんなの出てくるから。すごい日差しが出てきた。シーンのこのスウェットのフードのね、この広がり具合がすごく好きなの。全身がこんな感じ。飛んでない？大丈夫？ユキナいるよね？いるし、いるよね。オッケー。こんな感じ。中こうやって開けて、あのキャミソールとかさ着て買ってきても可愛いんじゃない？私はこんな感じ。可愛いよねこれ。すごい可愛い。でこれは普通のランティじゃなくて、見てタートルのネックなのよ。こんな感じ。ちょっとゆるけ、かわいいでしょ。なんかさ、こういうのってさ、もうちょっとさ、こうピタッとさ体にフィットするさボーダーのトップスもあるけど、タートルでこうやってルーズに着れるのって言って、なんかあんまりありそうじゃなくないと思って買ってみたんだけど、すっごいかわいいねこれ。これも超使い回しできるわ。ユキナはこれ多分ネイビーだね。これもね、カラバレですよ多分ね。黒バージョンもあったんだけど、ネイビーが欲しくてネイビーにしました。でも冬ということで、ジャケットが欲しくって、しかもダウンね。見て、可愛くないこれ。あったかいの。あの、朝、めっちゃ早くに、娘たちを、送ったりとかするんですけど、軽いし、運転するときもこうならないし、邪魔にならないし、なんかすっごい軽いの、着心地が超いいの。ここが、モコモコなのね、ここが。中はこんな感じ。かわいいでしょ、これ。丈感がこんな感じ。このね、カーキのこういうダウンは持ってなくて、初めて買ったんだけど、使い回しめっちゃできる。超いい、これ。でも値段が本当に安いから、絶対挑戦するべきだと思う。挑戦しづらいものをマジで、どんどん挑戦して、新しい自分を発見していった方がいいと思う。次、ちょっとトップスの紹介していきます。見て、すっごい、ここ、あ、ここちょっと今、あのブラジャーの紐ね、取るの忘れたから、ちょっと横着して。この中に入れたんだけど、ここがねキラキラのチェーンになってるの、可愛いでしょ。でここがニットっていうトップス。まあこれにデニムだったり、まあ白だから、あの何でも下は合わせやすいかなと。すごい可愛い、可愛いです。女の子っぽいです。こんな感じ。後ろはこんな感じ。次がワンピースです。ここがね、また切り返し、このウエストで切り返しになってて、こうなってるからスタイルアップワンピだなと。下が結構 A ラインのふわっとで、何のスリットも入ってなくて、すごいここがね、あの華奢に見えるというか、すごい体のなんかラインが綺麗に見えるようなデザインだなと思ってて、後ろの背中が結構こう深めに入ってるから、ちょっとこうセクシー。首元のこのねラインで鎖骨が見えるのと、このここからここのラインがすごい、このここがすごい好きだなと思って、この見え方、肌のありそうでないワンピを買ってみました。でこれにちょっと初めてシーンで小物でストールというかマフラーを買ってみたんだけど、まあこれにちょっとマフラー巻いたりなんだりして、でこのマフラーもね、安いからどうなのって思ったんだけど、全然チクチクしない。むしろちょっとなんか、ちょっと高見えするよね。この感じ。するね、これね。しちゃうね。高見えすんだよ、これ。よくない？あったかいし、チクチクしないの、本当に。で、ちょっとバッグもね、今回また、買ってみたんだけど。安く見えないよね、これ、ほんと。すごいね。中がね、結構ね、結構入んのよ。結構入るの。こんな感じです。
ちょっとなんかお出かけって感じの、こんな感じです。ちょっとね、新しい試みなんだけど、こういう柄物のシャツって持ってないっていうか、持ってない、初めて挑戦してみようと思って。かわいいかも。で、ちょっとブーツをね、買ってみたので、これにブーツを合わせたらどうなのって。絶対かわいいんだね。またね、シーンのね、ブーツもね、すごくね、履きやすくて歩きやすくてね、疲れないの。値段も優しいからさ、ガンガン履けるじゃん。全身がこんな感じ、後ろが、裾がこんな感じかな。結構長めなの。え、いいんじゃない。何柄って言うんだろうね、これ。よくわかんないんだけど、よく挑戦するよなって今自分に思ってんだけど、でもすっごい可愛いんだけど、すっごい気に入ってるこのコーディネート。茶色のこういうこんぐらいのミディアムのブーツは一足は持ってなかったから、一回買ってみようと思って。これ一個持ってるだけでめっちゃ使えます、効くし。こんな感じ。やっぱさ、本当に何回も言うけど、シーンは本当にお手頃だから、シャツちょっと欲しいなと思って、じゃあシャツ検索するとするじゃん。そしたらどん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 いろんなシャツで、あの関連でね、出てくるわけだから、自分の中でないあのものデザインのシャツとかにも出会えたりとかするから、挑戦していった方がいいと思いますよ。私これ初挑戦したんだけど、めっちゃ気に入ってる。ということで、ほとんどあの多分自分のクローゼットの中ではないものを今回この冬ちょっと選んでみて、シーンで挑戦してみたんですけど、皆さんもね、ぜひこの冬自分の中にはないデザインに挑戦するのはぜひシーンで。っていうのも、ユキナのクーポンを作ってもらったので、こちらにユキナのクーポンが出てると思うので、このクーポンを使って安く楽しく、あの自分の中にはなかったデザインに挑戦をしてお買い物してみてください。今日も見てくれてありがとうございました。